本日のお客様は工藤彩乃さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お待ちしておりました。お待ちしておりました。いや待ってました。あやね、イエーイ初、はい、初ですね。ねえ嬉しいです。初ですか。初ですよ。呼んでいただきました。ずっとお願いしてたんですよ。いや私もずっと待ってました。嬉しい。うん、僕も待ってました、ね、もう1年前ぐらいからね。あれもっとハイバックから待っててくれて、ね、3年とか。そう、ね、3年3年だと僕まだやってなかった。そっか時差が発生してますけどね。なるほどね。はい。でもなんかカンちゃん隣にいるとあやねより白く見える気がするけど。なんか焼けすぎじゃない。いや白くなりすぎなんですよ。あやね皆さんが、女性の皆さんが白くなりすぎなんです。心もね。そうなんですちょっと曲がったぞ心も白いです。楽屋挨拶に行った時にちょっと暗かったんだよね、うん、そしたらカンちゃんどこにいるかわからんかったどうかしてたちょっとどこにどうかしちゃってた。どうかしてますね。ああその通り。はい、いただきました。進めていきたいと思います。お願いします、はい、今日はもう見上次第だからそうですよ。やめて、はい、そんなこと私も手話やするかもしれない、はい、なんかすごいね楽しみにしてたんですけど、はい、まあね、あやねの、うん、あのあやねとね呼ばせてもらってますけれども、うん、まああの、まあ、お歌とはこうギャップで、うん、ギャップと言っていいのかな、なんかすごいこうなんて言うんだろう、手先が器用ギャップじゃないか。新曲の感じだと、なんか割とおしとやかなしなやかな女性みたいな感じなんだけど、多分みゆみゆの中での私のイメージとのギャップなんだろうね。あ確かにそれは最初はどういう印象だったんですか。なんかねこうお嬢様的な感じ、ふんわりしてるイメージがあったんですけど、うん、どこさえグーって言われた時はああびっくりした。あれね、サンシャインの方に歩いていく時に思いっきり、ね、ああ今日どこさえグー意外と本当にオープンですごくこうフレンドリーでっていうイメージが、イメージというかそのまんま でそれでうん、ですごく手先が器用なんですよ多分あれだな、ジンジンジンの頃のちょっと怖い感じのあれとイメージギャップがあるってことですよね。あそうか。はい、こちらです。じゃじゃーん。あ、なんですかそれ。ちょっと見えにくいかな。これはですね、うん、ミサンガなんですけど。ミサンガ。YouTuberっぽく自分で編んだんですよ。すごいよ。そう、自分でハンドメイド作品を作って、あの販売をしたりするんだけど、なんかあれよ、指がね、めちゃめちゃ使う、これ。ねえ、頭も使いそうな感じよ。頭はむしろなんか、そうなんかみんなとインスタライブとかで会話してながら、ああそうですよね、そうですよねってやって、なんか赤白の幅が全然違くなったりとかするけど、でもちょっと見れば大丈夫。なるほど。そうそう。結構インスタとか、うん、YouTube の方でも配信をよくされますもんね。そう、時間があればやってるから出しすぎじゃないってファンの方に心配されますね。逆に、うん、結構頻度多いんですか。頻度多い、うん、気づいたらやってる。じゃあ明日から見たいと思います。今日から見てよ。なんで今日じゃないですかね、本当ね。はい、皆さん見てください。よろしくお願いします。皆さんチェックよろしくお願いいたします。さあそして新曲の方も伺っていきたいんですが、はい、はいはい、タイトルお願いします。白井と恋上和という作品で、はい、金沢出身の小説家泉鏡花さんがお書きになった「義血狂血」という小説が題材になっております、うん、とても悲しい悲恋の物語なんですけども、うん、私がこの歌を歌うことで来世では幸せに結ばれたらいいなと思って歌ってます。なるほど、はい、まあ、ミュージックビデオもすごくこう大人っぽく艶っぽくね、映ってましたね。ありがとうございます。もうジャケット写真とか撮った時は見て見て見てってすごい褒めてって。そうか、僕には送ってこなかったですよね。あだってカンちゃんはね、あの、はい、自分が可愛いと思ってる写真とか、これは自信がある褒めてもらえるっていう写真ではね、あんまりヒットしないんですよね。あ、僕にヒットしない。そう、ヒットしないの。いや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 、ヒットしてますよどっちかっていうとこうなんかこう、よっしゃ行くぞみたいな、うん、なんかスポーツ系の方がなんか結構ヒットするみたいな、うん、スポーツ系のことありました。だこれからでしょ。あ、これからぜひあるある、お寄せください。スポーツ行こうね、みんなで。いや、行こう行こう。スポーツってなんだっけ。あうち福島まで行ってたんだからね、スポーツやりに。そう、うん、本当に、うん、どうもありがとうございますぜひお越しくださいま、はい、ありがとうございます。新曲の話とね、うんうん、はい、十分ずれてしまいましたそう、真逆言っちゃったね。なんでそうなったのかな。ごめんごめん。いや、僕だと思います。そうだね。いやいや、まあ、そういうとてもね
幻想的な情念を歌った歌ですね。違いますね。そうですよね。あ、そうですね、はい、このね、あの生を生歌を、はいはい、皆様にもお届けしていきたいなと思いますけれども、はい、今後のスケジュールなどありましたらぜひお願いします。はい、5月7日に工藤彩乃は28歳の誕生日を迎えます。おめでとうございます。ありがとうございます。それで、あのバースデーイベントを配信で行いますので、当日まで、お買い求めいただけますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。そして6月の17日は工藤彩乃のコンサートツアーの初日でございます。910プロジェクトということで、9周年から来年の10周年に向けて、ちょうど910工藤ですから、工藤プロジェクトと題してツアーをやっていきますので、ぜひぜひ皆さんお申し込みお待ちしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは改めて曲のご紹介をお願いします。はい、工藤彩乃で白いとこ以上は。